いやー、久々に同窓会行ったら、結構みんな見た目変わってたな。まだ若々しく見える人もいれば、結構おじさん見えする人もいたりして、まあそろそろ自分も色々と考えないとな。ファッションだとか、ヘアスタイルだとか、メンズ美容だとか、そのあたりのことを誰かわかりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代以上の大人世代が若々しく見せる方法5選というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、先ほどお伝えした通りですね、40代以上になってくると、やっぱりですね、同い年の間でも見た目の違いが大きく現れる頃かなと思うんですね。まあ、僕自身現在41歳なんですけども、僕の世代でも結構ですね、おじさん見えしちゃってる人もいたりするんですが、割と僕はですね、若く見られる方なんですね。同世代の中でも若く見られますし、結構30代ぐらいだと思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、もう40代を迎えてですね、今年42になる世代なんですね。そうなるとやっぱり違いが出やすくなってくる頃なので、もちろん大人っぽい雰囲気をですね、しっかりと積み重ねていくことは悪いことじゃないかなと思うんですが、若々しく見せることのメリットもやっぱり僕自身感じてるわけなんですね。まあ、特に僕の場合はですね、普段動画で皆さんの前にですね、立ち続けているので、若々しく見えた方が色々とですね、良い点があったりするんですが、まあ、お仕事をする上でも周りの人の年齢が徐々にですね、若くなっていたりだとか、あとは時代の流れの速さですね。どんどんいろんなジャンルのものが新しいものへとスピード感を持って変化していく中で、自分の見た目がどんどんおじさんっぽくなっていくよりは、若々しい方がそういった流れにもですね、うまく対応がしやすかったりするので、僕の中でもある程度の清潔感だとか若々しさというところは意識するようにしてるんですね。一方で僕がですね、20代後半に独立した頃は大人っぽく見せた方がやっぱり信頼感みたいなものが出せるので、あえてひげを生やしたりだとか大人っぽく見せる工夫をいろいろとしたんですが、そろそろ40代超えてきたら、若々しく清潔感を保った方がよりメリットが多い年齢かなと思うので、今回はですね、僕自身がですね、いろいろ試しているファッションのポイントですとか、あとは体型管理、メンズ美容、ヘアスタイルだとか、このあたりについてしっかりめにですね、皆さんにお伝えしていきたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい。ということで、ここからですね、40代以降も若々しく見せるための方法を皆さんにですね、一つずつ解説していきたいなと思ってるんですが、ちなみに僕は今41歳ということなんですけども、僕と同い年で芸能人で言うと、例えば俳優さんだったら、小栗旬さんだとか、鈴木亮平さんだとか、このあたりの方々が同世代なんですね。まあ、またですね、宇多田ヒカルさんも僕と同い年の世代で、まさにですね、時代を象徴するような方かなと思います。一方で芸人さんだとオリエンタルラジオのお二人だとか、あとはジャングルポケットの斉藤さんだとか、パンサーの菅さんだとか、このあたりの方々が同世代になるわけなんですが、やっぱり芸能人の方って日頃から見られることが多いので、若々しい方が非常に多いかなと思うんですね。で、やっぱりですね、若々しく見える人っていうのはナチュラルに何もやらなくて若く見えてるのかというと、そんなことはなくて、いろいろと影の努力と言いますか、様々なことを試しながら自分の若々しさを保ってるわけなので、まあ、そのあたりについて今回はお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目、とても重要になってくるのがヘアスタイルかなと思います。このヘアスタイルはですね、だいたい40代以降になってくると固定化されてしまう方が多いんですね。いつも同じ美容室に行って同じ髪型をし続ける方が非常に多いんですが、そうすると時代のこう流れだとか、あとは今の自分に合うかどうかだとか、そういったところとちょっとずつずれ始めてしまって、ベストなヘアスタイルじゃない場合が多いかなと思うんですね。そこで僕自身意識していることがありまして、ヘアスタイルを定期的に変えるようにしてるんですね。まあ、僕はですね、ちょっと前までは前髪を下ろしてるようなヘアスタイルだったと思うんですね。ちょうど1年ぐらい前にですね、前髪を下ろすようになっていたんですが、最近ですね、飽きてきたので、またちょっとですね、おでこを出すような形にしまして、とは言っても1年以上前のですね、もうちょっとグッとこう前髪を立ち上げるのではなくて、
センターパートに近いような形のヘアスタイルにしてるんですね。まあ、このように僕は定期的にですね、ヘアスタイルをですね、今の自分に似合うかだとか、時代のトレンドというところもうまく加味しながら変えるようにしてるんですね。これが結構大事だと思います。同じヘアスタイルに固定化してしまうと、もうそこから何も変わらなくなってしまうので、まあ、定期的に美容師さんと相談しながら、新たなヘアスタイルにトライしてみることはすごく重要かなと思っています。まあ、ぜひ皆さんもですね、いつもと違ったヘアスタイルにイメチェンしてみることをお勧めしたいなと思います。そしてそれと同様にですね、毎日のヘアセットですね、これもすごく重要になってくるんですね。美容室に行ってかっこよく切ってもらったはいいんだけども、それをこう毎日再現できるかどうかってすごくですね、差が出るところなんですね。僕もヘアスタイルをセットするのはあまり得意ではないんですが、いろんな YouTube のチャンネルを見たりだとか、あとは美容師さんにいろいろと教えていただきながら試行錯誤しながらですね、ヘアセットもアップデートしてるんですね。そこで、まあ、今回ヘアセット剤みたいなものもご紹介したいなと思ってるんですが、僕が今メインで使ってるのはですね、この3つなんですね。まあ、最近はですね、このあたりが割と定番的になってきているんですが、髪型だとかパーマかかってるかどうかによって、まあ、何を使うのかも変わってくるかなと思うんですが、僕の場合はパーマをかけてるんですね。もともとすんごい直毛なんですよ。サラサラヘアで、僕はそれがあんまりですね、好みじゃなくて、ちょっとやぼったい感じを出したいなっていうことで、もう20代のですね、前半からずっとパーマをかけ続けているんですね。で、パーマをですね、ある程度維持するためには、毎朝しっかりと頭を洗って、半乾きの状態で、こういったムースを使って、ちょっとカール感を出すようにしてるんですね。まあ、そこからちょっと自然乾燥させて、もうちょっと乾いてきたら、こちらのデビルのジェルワックスというものですね。これを使って、少しこう固めるような感じで、雰囲気を出すようにしてるんですね。そして、まあ、外に出る機会なんかには、まあ、その状態をキープするために、まあ、ギャッツビーのハードスプレーですね。これを使うことで、まあ、その状態をですね、保つような形にしているんですね。まあ、僕もですね、いろいろヘアスタイル剤を使ってきたんですが、その中でも、一番ですね、長くハマってるのが、こちらのデビルのジェルワックスというもので、これは、パーマかかってる方もそうじゃない方も、すごく使いやすいです。割とですね、こう、ジェル状で、ドロッとした感じでですね、固まるし、すごくですね、キープ力も強いので、これはすごく大人世代には使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひトライしていただきたいなと思います。まあ、このような形で、ヘアスタイルも定期的に変えたりだとか、あとはヘアスタイル剤なんかもアップデートしたりだとか、あとはセットの仕方に関しても、すごいいい動画がいっぱいあるんですね。大人ヘアスタイルセット方法みたいな形でやると、本当今はプロの美容師さんがわかりやすく解説してるので、そういったものを見ながらヘアセット方法を学んでいただくと、だいぶですね、ヘアスタイルが今っぽくなりますし、顔周りに位置するヘアスタイルって僕はファッションと同列ぐらい重要だと思ってるんですね。ヘアスタイルがいまいちだとファッションもしっくり来なかったりするので、このヘアスタイルというところもぜひ皆さんですね、アップデートしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目はですね、体型管理ですね。これもまたすごく重要なんですね。まあ、ファッションにおいてスタイルですね、自分の体型というのは、まあ、重要ではあるんですが、痩せ型の方でもぽっちゃり体型の方でも工夫をすれば素敵に見せることはできるんですね。ただスマートな方がよりいろんな服が着やすいのもまた事実なので、まあ、健康面も含めて体型管理というところは、まあ、しっかりと意識することはすごく重要かなと思っています。僕は小柄なんですよね。身長164センチという体型なので、まあ、なるべくですね、お洋服を綺麗に着れるようにですね、せめて太らないでいようという意識がずっと前からありまして、中学校2年生頃にはですね、僕はもう身長止まっちゃって今の体型だったんですけども、そこから今に至るまで、まあ、ほとんど太ることなくですね、来てるわけなんですね。ただ何もしないでキープできるほど世の中甘くなくてですね、それなりに僕も意識しながらやってるんですね。というのも、僕も日々ですね、このように動画を撮っていますよね。ほとんどですね、この事務所内で完結してしまうことが多いので、そんなに体動かさないんですよ。圧倒的な運動不足になりがちなので、まあ、僕自身意識していることはいくつかあるので皆さんに共有したいなと思っています。まずはですね、ここにある通り筋トレですね。これは毎日やるようにしています。まあ、ただ、まあ、日曜日とかはお休みするようにしているんですが、それ以外はなるべくですね、毎日何かしら運動しようと思っているので筋トレをやっています。例えばこれ
これはプッシュアップバーというもので、腕立てをするときに使ってるんですね。ここに手を置いて、そしてこう腕立てをするんですが、結構これを使うことで深い位置までですね、腕立てをすることができるので、回数がそこまで多くなくても負荷をかけることができるんですね。これ Amazon で買って、もうしばらく使っているんですが、まあこういったものですね。まあ、なるべくですね、回数多いのもちょっとこうだれてくるので、少ない回数で、なおかつ自重でできる筋トレが好きなんですね。僕はジム通いなんかも人生で4回ぐらいやったんですけど、まあめんどくさくなって途中でやめちゃうんですね。なので基本的には、まあこの事務所だとか自宅でできるっていうこと、これを一番重視してるんですね。あとはトレーニングの内容としては、5分から10分ぐらいで完結できるぐらいじゃないと嫌になってやめちゃうので、そんなにハードなトレーニングしてないんですが、このプッシュアップバーを使って腕立てをしています。あとはこの腹筋ローラーですね。これまた通常の腹筋に比べるとかなり負荷が強いので、回数少なくて短時間でですね、体をいじめることができるので、これも使っています。まあ、僕の場合は、まあこれ、膝ついた状態でやってるんですけどね。回数も少しずつ増やすような形でやっています。まあ腕立てと腹筋と、あとは僕はジャンピングスクワットってのやってるんですね。ジャンプをするような形のスクワットも、これまた結構負荷が強くかかるので、回数少なくともですね、効果が出るので、この3つをやっています。で、コツとしては、最初はめちゃくちゃ少ない数からやるのがいいんじゃないのかなと思ってまして、まあ、プッシュアップバーも最初は10回ぐらいからスタートしましたし、この腹筋ローラーに関してはめちゃくちゃ辛いんですよ。最初はほんと5、6回ぐらいしかできなかったんですけど、まあ、徐々に回数を増やして嫌じゃないかなっていうぐらいで、抑えておくのがいいかなと思います。まあ、スクワットに関しても同じですね。そんな形で筋トレをやってるのと、あとはランニングですね。もう僕は週にですね、今4回ぐらいランニングしてるんですね。ただランニングってなかなかこれまた時間だとか場所の確保が大事になってくるので、なかなか難しいかなと思うので、まあウォーキングでもいいと思うんですね。僕もランニングできない時はウォーキングしてるんですが、まあ8000歩ぐらいは歩きたいっていう目標があって、まあこれだけでだいぶ体作り変わってくるかなと思うので、歩くかちょっとしたランニングっていうところは大事かなと思います。筋トレプラスちょっとしたそういったランニングかウォーキングをするとだいぶ変わってくるかなと思ってまして、あとはですね、最近この頑張って飲むようにしているのがプロテインですね。まあタンパク質ってどうしてもこう食事だけでは不足してしまいがちなところがあるので、まあプロテインというですね、一つブーストをかけることである程度量を作ることができるかなと思っていまして、まあ僕もいろいろとプロテイン飲んだんですよ。だけども割とですね、このアンビークのオールインワンプロテインっていうのが美味しいんですよね。何事も味が美味しくないと続かないので、まあこれが個人的には一番味が気に入ってるんですね。これを1日1杯飲むような形で筋肉量を維持するような形にしています。そしてプロテイン取ることで肌だとか、あとは髪の毛ですね、このあたりにも効いてくるので、40代以降であれば、まあ、もちろん運動している方もそうじゃない方もプロテインは飲んでおいてまず間違いがないかなと思います。まあ、このあたりのですね、体型管理というところで最低限のことですね、無理のない範囲でいいと思うんですね。筋トレも少ない回数でいいので、なるべく習慣化するために毎日やるといいと思いますし、歩くということも、まあ、ちょっとこう歩く時間取れない場合は、僕も仕事先でちょっと一駅分歩いてみたいだとか、そういった形で何が何でも8000歩稼ぐような形でやってるんですね。そうすることで、まあ、ある程度体型の管理はしやすいかなと思うので、まあ、ぜひ運動不足になりがちな僕ら世代だと思うんですが、こういった筋トレをしていただきたいですし、栄養素に偏りがあるなって時にこそプロテインは飲んでおくと、まあ、タンパク質必要最低限のところは取れるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目は肌のケアですね。これまた若々しく見せるためにはすごく重要かなと思います。このあたりになってくると、まあメンズ美容みたいなジャンルにちょっと入ってくるかなと思うんですが、僕たち40代以降の世代がこうメイクをバッチリするみたいなところはなかなか現実味は湧かないかなと思うんですね。プラスで盛るようなメイクなんかをする必要は特にないかなと思うんですが、マイナス方向を通常ぐらいに戻すぐらいのですね、補うことはやっておいて、僕
は損はないかなと思うので、必要最低限のものをですね、僕も取り扱うようにしています。まあ動画の中でも何度かお伝えしてるんですが、基本的にですね、僕がよく使っているものをですね、今回は持ってきてみたわけなんですが、まず洗顔剤なんですけども、これちょっと持ってくるの忘れてしまったんですが、こちらに出しておきます。まあキュレルのですね、洗顔剤ですね。まあそんなに値段高くないので、気軽に使いやすいですし、泡タイプなので、きめ細かくてすごく使いやすいので、僕はこれを愛用してるんですが、まあ洗顔剤キュレルを使っていまして、顔を洗ってお風呂から出た後に大事になってくるのが、やっぱり化粧水と乳液っていうところになってくるかなと思います。僕はですね、このあたりは最近は実験として、ちょっとプチプラ系で使いやすいですね。肌ラボの極純エイジングケアってやつですね。これをですね、使ってます。Amazon で購入したハリ化粧水と、あとはですね、ハリ乳液ってやつですね。価格も安くてすごく使いやすいので、この2つを使ってますが、なかなか調子がいいかなと思います。まあ、この化粧水と乳液使い分けるのがめんどくさいっていう方もいらっしゃるかなと思うので、そういう場合はオールインワンなんかをですね、使っていただくといいかなと思うので、これも概要欄に載せておきますね。はい。ですが、まあ、できれば2つ分けた方がよりですね、効果は望めるのかなと思っています。そして、それにプラスしてですね、たまに使っているのが、まあ、レチノールと呼ばれるようなもんですね。このあたりを細かく解説するですね、力量が僕にはないので、まあ、ぜひ YouTube のチャンネル検索していただきたいなと思うんですが、たまにこういったものを使ってあげると、肌の質感だいぶ良くなったりするので、レチノールみたいなものもですね、これは海外のサイトですね、iHerb というところで購入をして使っています。まあ、週に2回ぐらい使ってるかな。肌の質感すごく良くなるので、レチノールも使っています。そして、次の日を迎えて外出前にはですね、必ず日焼け止めですね、こういったものを使うようにしています。基本的にはですね、もう習慣化したいので、雨が降っていようが、曇りだろうが、もうほぼ毎日ですね、日焼け止めを塗るようにしています。僕が使ってるのはこれ、ビオレ UV アクアリッチってやつですかね。これがね、すごくサラリとしていて使いやすいんですよね。これ今何本目でしょうかね。3、4本目ぐらいなので、僕の中ではもう定番化しちゃってますね。割とこう化粧水とかに関してはブレるんですよ。いろいろと実験段階なので、どれぐらいのコスト感でできるかなというところで、今コスパでこういった極純を使っていますが、例えばですね、こういったちょっと頑張って買ったやつだと、カネボウのスキンハーモナイザーってやつですね。このあたりが割とこう評判が良かったので、このあたりを次回使ってみようかなということで、いろいろと化粧水とか乳液に関しては実験をしている段階なんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、このあたりは YouTuber の方たくさんいらっしゃいまして、僕はカズノスケさんの YouTube チャンネルをよく見てまして、まあ、いろんな情報を仕入れるようにしています。今はいろんなジャンルの専門家が僕と同じように YouTube やっていますので、ヘアスタイルであれば美容師さんのチャンネルを見たらいいと思いますし、こういったスキンケアであれば、ちゃんとカズノスケさんですとか、メンズ系のですね、美容の方もたくさんいらっしゃるので、そういったところを見ていただければ、なかなか昔では知り得なかった情報が簡単に手に入るので、そういった情報のアップデートはすごく重要になってくるかなと思います。で、このあたりは、吹き出物だとか、ちょっとしたこう傷とかが顔についた時に、そういったところを埋めてくれるようなカラークリームなんですね。僕もですね、子供と遊んでると、なんか物が飛んできて、ここら辺が傷ついたりだとか、そういったことがしょっちゅうあるわけなんですね。そういった時にもうこういったものがあると、傷を隠すことができますし、あとは目の下のクマだとかが強い時なんかは、こういったものを使って応急処置をするんですね。なので、1本持っておくと、このようなものもいいかなと思います。ウーノのものだと、基本的には1000円ちょっとぐらいで買うことができるので、比較的トライしやすいかなと思いますね。このような形で、まあ、メンズ美容の基本となるようなスキンケアは僕はこのようなアイテムで行っていますので、よかったら皆さんもですね、試してみていただきたいなと思います。まあ、僕ら世代だと化粧水使ってる方は多いと思うんですね。でも化粧水使った後にちゃんと蓋しないと水分飛んじゃうので、乳液ってところもかなり重要だと思います。あとは日頃の日焼け止めですね。これやんないとどんどんシミとかできたりだとか、くすみが出てきたりだとか、ほくろが大きくなったりするので、このあたりも重要になってくるかなと思います。あとは番外編で言うと僕は定期的にですね、シミとかがでっかくなってきたら、レーザーで取ったりだとか、そういったこともやったりしてるので、まあそのあたりは上級者編ですが、気になるものがある場合はやってみるといいかなと思います。本当に5000円から1万円ぐらいで、目立つシミとかも取ることができたりするので、長い目で考えるとコスパも悪くないかなと思うので、まあぜひスキンケアやるかやらないかで、だいぶ差がつくかなと思うので、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。
はい、続いて4点目の項目なんですが、清潔感を漂わせるために必要な項目を皆さんにお伝えしていきたいなと思います。まあ、40代以降になってくると、もう残念ながら清潔感みたいなものは年々下降気味になってくるかなと思うんですね。ここは最低限のマナーとして、ある程度やっておいた方が僕はいいかなと思うんですね。なので、メンズ美容に興味はちょっとなくても、清潔感ぐらいのところはある程度は意識しておくといいかなと思っています。その点でですね、ちょっと使いたいなと思っているのがいくつかありまして、まずはですね、これですね。鼻毛カッターですね。これはすごく重要で、もう本当に気を抜くとですね、こんにちはしちゃうんですよね、彼が。なので、もう定期的にですね、この鼻毛カッターというものを使うとすごくいいかなと思います。僕は事務所と自宅にそれぞれ1本ずつ置いといてですね、気がついた時になるべくですね、やるようにしています。結構角度によって見えるか見えないかっていうのがあって、正面から見たら鼻毛出てないんだけど、横から見たらなんかちょっと脇から見えるなみたいなこともあってたりするので、鏡の前でちょっとこういろんな方向性から見ながら鼻毛をカットすることはすごく重要になってくるかなと思います。まあ、僕はパナソニックのものを使っていますが、Amazon でですね似たようなものたくさんあるので、まあ、ちょっとリンクも貼っておきたいなと思います。これはもう週 1,2 回はマストでやっておきたいのが鼻毛ですね。これが生えてるといろんな場面でですね突っ込みどころになってしまうので、まあ、ぜひこういったものを使っていただきたいなと思います。で続いてですね無駄毛ですね。まあ、全身脱毛してる男性とかも結構増えてるかなと思います。まあ、すね毛をもうなくしたいだとか、それこそヒゲね。これだって正直僕ない方がいいんですけどね。そろそろね、なくしちゃってもいいかなと思うんですが、まあ、髭、僕の場合は長さをですね、ちゃんと調節して、なるべく清潔感を持たせながらですね、調整するようにはしているんですが、こういったですね、無駄毛トリマーみたいなものも僕は使うようにしています。これどこで使うかというと、例えば、この指毛とか、これも嫌ですよね。このあたりを剃ったりだとか、あとはこのもみあげの下の部分剃ったりだとか、あとは腕毛だとか、すね毛だとか、こういうものも一本あれば簡単に処理ができるので、これは鉄板で使いやすいかなと思います。これもパナソニックの商品ですね。このあたりのメンズ清潔関係のアイテムは、パナソニック圧倒的に強いので、一本持っておくと便利かなと思いますね。僕もヒゲのトリマーでずっとこう無駄毛処理してたんですが、専門のものあった方が絶対はい、使いやすいです。っていうのもこれ一本あれば何年も何年も使えるので、時間とか手間を考えれば絶対に元が取れるので、こういったトリマーは必要になってくるかなと思います。あとはですね、これも気づけばパナソニックですが、パナソニックの回し物ではありません。はい、これは眉毛のですね、カッターになってまして、まあ、このようなこう無駄なところをですね、こう、産毛が出てきたら、こちらのカッターでシュリシュリと切ってあげるというような形ですね。で眉毛もね、すごく印象重要なんですよ。なので、ぜひ皆さんもですね、一度美容室でもいいし、眉毛専用のサロンみたいなところがあるので、そこで整えてもらうと、綺麗な形にデザインをしてもらうことができるかなと思います。そこで形が一回整えば、そこからまた増えてきた無駄毛をこういったものでカットしてあげればですね、割と綺麗な状態が保てるかなと思うので、一度プロに見てもらうのもいいかなと思います。僕はちなみにですね、1年ぐらい前にアートメイクって言って、まあ、ちょっとこの言ってしまえばタトゥーみたいな形のものを入れてる状態なんですね。皮膚の浅いところにこう入れてるので、だいたい2、3年で色落ちちゃうんですが、アートメイクやったらかなりですね、印象が柔らかくなりましたし、顔周りに引き締まりが出たので、すごく良かったなと思います。ただ値段も安くないし、あまり一般的ではないかなと思うので、眉のカットですね、美容師さんにやってもらうか、眉毛サロンみたいなところに行くかでケアしてもらうとすごくいいんじゃないのかなと思います。あとは匂いに関しては、僕はですね、こういったニールズヤードのですね、デオドラントスプレーですね。これを愛用しています。このレモン&コリアンダーっていうね、匂いが大好きで、もう何本目かな、10本ぐらい買ってずっと愛用してるんですが、清涼感のある香りで、通常のデオドラントスプレーにはないようなですね、すごく清潔感がある香りになっているので、こういったものも1本持っておくとすごく便利なんじゃないのかなと思います。そして最後はですね、これはですね、割とよく使うんですが、Amazon で買った美容師さんとかが使っているようなハサミですよね。こういったものも結構愛用してまして、美容室に行くまでにちょっとこう余裕がないなとか、髪伸びてきて嫌だなって時には、例えばこのもみあげ周りとか、自分で切っちゃってます。そういった時にも、ちょっとこう切れ味のいい、しっかりとしたハサミがあると便利なので、無駄なところなんかはこれでサクサクと切ると便利なので、まあ、清潔感を漂わせるためにこういったものもプラスアルファであるといいかなと思うので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。
続いてラスト5点目はですね、ファッションに関する項目ですね。これは今回の動画で掘り下げることは特にしません。ぜひ皆さんに見ていただきたいのは、最近の僕の動画の中でもイケオジだとかおしゃれパパだとか、このあたりがいわゆるですね、40代以降の男性が若々しく見せるためにすごく適した動画になってくるかなと思うので、まあぜひこのあたりを見ていただきたいなと思うんですね。ファッションに関してもやっぱりこうセンスみたいなものに頼るとなかなかこう上達が難しいので、僕は情報こそすごく重要だと思ってまして、だからこそ皆さん動画を見ていただいてるかなと思うんですが、まあ専門家の意見をうまく活用しながらショートカットすることが重要だと思ってるので、そこで僕の動画もうまく使っていただくといいかなと思います。まあそこが大前提としてあるんですが、まあ僕の中で今回お伝えしたいのはもうちょっとこう心理的な部分かなと思ってまして、僕がファッションにおいて意識していることなんですけども、程よくトレンド感を楽しむということですね。これは結構意識してるんですね。まあ、40代以降になってくると、やっぱりこう自分のスタイルだとか好きなものっていうのが固定化してくるんですね。その結果、20代の頃からずっとファッションを変わらず40代まで来て、そのままの感じでこれからも行く方多かったりするんですね。昔であればそれでも良かったんですが、最近って流行だとか世の中の変化がめちゃくちゃ早いんですよね。なので今までのスタイルでずっと逃げ切れるかというとなかなか難しいなというのを実感してるんですね。なのでベーシックだとか定番っていうところはすごく僕のチャンネルの中でも重要視してるんですが、だからといってトレンドというものを否定してしまうと、ちょっとこう今の時代の雰囲気と合わなかったりだとか若々しさみたいなところが漂わないので、ベーシックを軸足しながらもその中にちょっとだけトレンド感を入れていくということはすごく重要だなと思っています。トレンドを否定してしまうと本当にだんだん古臭くなっていく一方なので、適度な距離感でうまくミックスするというぐらいに考えておくとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあそういった意味では僕の中でも譲れないこだわりみたいなものもあるんですが、そういったものはなるべく手放して、まあ、柔軟に考えていく方が僕はなんか生きやすいなとすごく感じてるんですね。そうは言ってもこだわりの部分って絶対ぶれないものもあるので、そこは守りながらも最近のテイストだとか、あこういったものがあるんだなっていうのがあったら面白がりながら取り入れてみるっていうような余裕があった方が若々しく見えるかなと思うので、そのあたりも意識していただきたいなと思います。これまで1から4つ目までのですね、様々な項目をお伝えしましたが、このあたりの土台がしっかりと整っていると割とですね、トレンド感漂う着こなしとかもそんなに似合わなくはないかなと思うんですね。もちろんバリバリトレンド感全身漂うような着こなしは合わないと思うんですが、アクセント程度に入れるのはすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトレンド感というところはうまくミックスしていただきたいなと思っています。僕の普段の動画の中でもベーシック定番と言いながらも実はトレンド感結構入れてるんですね。このあたりを完全に無視してファッションを楽しむことはなかなか難しいかなと思うので、このあたりも情報皆さんいっぱい入れながらですね、取捨選択しながらトレンド感も含めて楽しんでいただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代以降も若々しく見せるためのイケオジの法則5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回は僕自身が実践していることを中心にお話しさせていただいたんですが、ぜひ皆さんもですね、こんなところ気にしてるよというのがありましたらコメント欄で教えていただけると僕もですね、情報アップデートできるかなと思いますし、見ていただいている方のですね、学びになるかなと思うので、ぜひご協力いただければなと思っています。全部をこなすのはなかなか難しいかなと思うんですが、今回ご紹介した中でも1個か2個試すだけでもだいぶ雰囲気は変わってくるかなと思います。まあ自分の見た目だとか若々しさアップデートするためにファッションっていうのはやっぱり一つの項目に過ぎないんですね。ここだけを良くするのではなくて全体ですね、ヘアスタイルだとか体型維持だとか肌のケア清潔感だとか、このあたりを意識しながら全体のバランスが取れてくると、よりファッションの効果というところが倍増するような形で素敵に見えるようになるので、まあぜひ皆さんもですね、今回の内容を実践していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないような中級者向けのアイテムですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする
形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日投稿しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。よかったらこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思います。そして最後、番外編として一冊の本を今回はご紹介したいなと思います。これはですね、僕もですね、長らくお付き合いがあるですね、メンズファッションコンサルタントのひろゆきさんという方がですね、出されたメンズ外見マニュアルという本なんですけど、これがね、めちゃくちゃ良かったんですよ。宣伝というわけではなくて、ひろゆきさんは結構6、7年ぐらいの付き合いがあって、僕が書籍のなんかイベントか何かで、二子玉川のですね、つたや書店でイベントをやった時に、たまたまこのひろゆきさん来てくださっていたんですね。もう、観客の中に一人だけ輝くような青年がいて、いやー何の人なのかなと思ったら、僕と同じようなファッション系の仕事をしていまして、すごくですね、もう当時から目立っていたんですが、それから僕もですね、一緒に仕事することがちょこちょことありまして、僕の動画にも出ていただいたことがありますし、僕が今やっているオンラインサロンの前ですね、オンラインファッションスクールやってた時には、ひろゆきさんにも記事を毎週書いていただいていたんですけども、その彼がですね、メンズ外見マニュアルという本を出しまして、これね、めちゃくちゃすごかったです。知り合いだからおすすめするってわけではなくて、僕もですね、こういったメンズファッション本をこれまで7冊書いてきているので、そのあたりについては、まあ、知見があるんですね。だけども、これ現代の本としては、完成度は非常に高いなと思いました。ひろゆきさんは僕よりも多分、何個かな ?8 個か10個ぐらい若いと思うんですけども、特に20代とか30代の大人の男性には、非常にですね、参考になるような本になっていると思います。ファッションの基本的なアイテムだとか、理論も書いてありますが、まあ、外見に関わることですね。まあ、メンズメイクだとか、眉毛だとか、ヘアスタイルだとか、そのあたりもちゃんと言及されてますし、あとは体型ですね。骨格に合った服の選び方だとか、あとは顔出しとか雰囲気に合った服選びの方法だとか、もうそこまで完全に書いてある本っていうのは、本当にないので、これはちょっと僕は度肝抜かれました。そして改めて自分自身も本を久々に書きたいなっていうですね、意欲を駆り立てられたような素晴らしい本なので、よかった皆さんも今回の若々しく見える方法というところにもすごく近しい内容なので、チェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。